シアタオの喉が潰れると。それはいいところなんですか。メンタル崩壊 RTA みたいなのをされてる。友達が落ちて、はい、父親が自殺して、うん、悪人に部屋連れ込まれて、そっからのヤバいストーカーと悪人の対決があって、はい、で母親があの状態でみたいな、うん、でしかもまだ続くんじゃんこれが、うん、スタンド使えるレベルの精神力じゃん。あれでまともなの、ね、よく立ち直れたよねあれ、うん、私は強いわとかのレベルじゃないっていう昔の私と思わないでとかじゃないって、それは殴るよな。それは殴るよ。もうストレスマックス超えてるから、うん、ふざけんな全部こいつのせいだ。スタープラチナ出てきても全然受け入れたり。ヒロインというか女性の方で、うん、あの状況において殴るって選択肢俺初めて見た。確かにね、ちょっとあんまり見ないかもしれない、ね、うん、そこら辺もなんかちょっと新しくて面白いというかリアリティなのかなと思ったり、監督何のと思ったし、うん、涙が出てこないよね今回。出ないね、安易に。そう、ほぼなくて、安易に涙を出さない出させないっていうのが意識的なのかなと思ってて、ああいうところで泣くっていうのは第二次感情だなと。やっぱとっさの時っていうのは唖然なんだよね、うん、人で。そこがすごいリアルだなっていうか、喪失の許容するプロセスっていうのが結構提唱されているものがあって、はい、確かね、第一段階の部分が否定から入るんだよね、まあ、否認、あの受け入れない、いやそんなわけないみたいな、受け入れないっていうところから入って、うん、で第二段階が怒り、はい、なわけねえだろぶん殴るぞみたいなところから入って、うん、第三段階どうしたらそれを取り戻せるかっていう交渉取引みたいなところに入って、で4つ目にはそれがやっぱりできないってことになって無力で、5段階目で最終的に受け入れるっていう感じだから、そこ悲しみっていうのはまあまあ後ろの方なんだ、うん、一番最後にやっと出てくるものっていうのはあるよ。なんならちょっと受け入れ始めてるからね、涙は。で最初に泣くんじゃなくて、やっぱりまずはそれを否定するところから入るよねっていう部分は結構描かれてたかなとは僕も思うね。土屋太鳳さんの喉も心配だし、うん、土屋太鳳さんが言ってた凛花自体がすげえなっていう話。叫び方がさ、途中から面白く見えてきちゃって、まあそこはね、うん、見てからさ、ワンテンポ置いて、あの表現したような絶叫をするじゃん、なんかな。俺も笑ったけど、うん、連発ものだったから、うん、その俺の笑いが下手から来るものなのか、はい、それともこんだけそのメンタル崩壊 RTA されてるからの笑いなのか分かんないから、とりあえず土屋太鳳さん頑張ったっていうところではありますっていう、ね、なるほどね。どっちから来る笑いなのかなっていうのが分かんなかった、うん、もう叫びすぎて笑っちゃうっていうそういうすがすがしさが、俺途中からさ、なんか動物がさ、あーって叫んでるさ、ジグ動画が入ったじゃん、俺あれも思い出しちゃってさまあ、あとはね、その土屋太鳳さんのところで言うとさ、友人がさ落ちてきた時の演技あったじゃん、はい、わざとらしすぎてさ、あ、いやなんか落ちてきたの分かるのに上ばっかりイメージ、あれはまあ監督の脚本とかがもちろんあるんだと思うけど、うん、いやなんか落ちてきてんの分かってんだったら下先に見ろよ。俺あそこだから、まあ行き過ぎたこの妄想もあるかもしれないけど、現実逃避をまずしてんのかなと思ったの。あ、ね、上見てまず多分見えちゃってるんだけど、うん、なんか見ちゃいけないと思って上を見てて、そっから実は気づいてるの、気づいてる、やっと受け入れてから叫ぶ、ただまだ受け入れるかわからないからちょっと近寄ってってまた叫ぶみたいなのが、うん、リアリティなのかなと思ったりして、まあ、そこはこれは個人差はあると思うけど、まあ、そういう風に考えたっていう。なるほどね。四つん這いになってさ叫ぶじゃん最後の方は、はい、でそこからなんか電池が切れたようにくるんと回って気絶するのはさすがにちょっとおかしいんじゃないかな。あ、そのまま崩れるんじゃないかな。あれでしょ、私じゃないですよアピールじゃん。何、腹を上に向けて幸福のアピールしてると。だから警察来た時でも、うん、あ、この人もなんかやられたんだ、あのそこまで計算してるんだったら犯人だよあー、このままだと私ね疑われるパターンめっちゃタップルだよ、めっちゃホラーだよ。でもめっちゃ気にしてる感あったよ、マッチングサイトに悪い影響があってはいけない感を、うん、てか予告の時点でまず中盤ぐらいまでの展開は分かる、うん、リンクで守りますよ、エメね、エメやめて